い、どうもこんにちは、カジマックです。いやー、やっと来ました GoPro Hero 7 Black。 台風24号直撃する前にこれ届けていただきました。にしてもたった3日、この3日が長かった。 YouTube や Twitter ではバンバン、もうバンバン買ったよ、使ったよ、すごいよってお祭りになってるのに、なぜか僕のとこには全然来なかった。しかもこれ海外便で来てるんですけど、 GoPro 本家に注文してたんですよ。本家に予約してたのに発売日の27日に着かないっていうね。発売日普通にヨドバシとか行ったらサクッと買えるような状況だっただけに、もうめっちゃ悶々としてました。でもね、届いたからもういいんですけど、はい、見て見て、箱ボコボコ、大丈夫かな。心配だし早く見たいし、皆さんの情報を見てると新品の時点では充電少ないらしいんで、早速開けて充電しながらお話ししたいと思います。とはいえすいません、さっきもお話しした通り大阪に台風来るんで外に撮影には出れません。今日は開封からちょこっとここで撮影程度になると思います。はい、それでは始めていきますね。はい、それでは行きますよ。無事であれ僕の GoPro、 カモン。あ、来たー。はい、どうすかね、箱も潰れてないんで大丈夫そうですよね。あ、そうそう、本家購入特典としてマイクロ SD カードと GoPro のステッカーついてきました。まあ、もうこんなのどうでもいいから発売日に欲しか。はい、外観こんな感じ。いや、いいっすよね、この本体が丸見えなの。欲しくて触りたいけど触れないっていうね。あー、かっこいい。あ、もうなんかこのまま飾ってたい。はい、それでは開けていきます。このペリペリを剥がして、はい、こういうことですよね。はい、でこの後ろ側、マウントの外し方の説明書が書いてます。ここを持ち上げて、ここをつまんで前にスライドさせると、はい、取れました。あ、そうそう、僕 GoPro 初心者なんでいろいろご了承ください。ケースをつけたままだとこんな感じ。はい、ここに7って書いてます。ヒーローブラック7ドゥアできますよ。はい、それでは充電したいんでケース外していきます。これを引っ張り上げる。はい、結構硬いって聞いてたんですけど、本当に硬い。するとこれが倒れてくるんで、はい、ちょっと初めてなんでおっかなびっくりなんですけど、よいしょ。はい、これで外れました。あ、本体だけでもドヤできますね。はい、これが GoPro。 ちっさ、軽、なにこれ。いや、すごいな GoPro。 はい、それでは付属品見ていきますね。中身はまずこういった紙。めっちゃ図解の分かりやすい説明書が入ってました。そしてこっちは分厚い説明書。はい、ちゃんと日本語対応もしてます。で、さらにステッカー。はい、ステッカーだらけになりました。そして粘着テープ付きのマウントアダプター。平面に貼るタイプと、ヘルメットなんかの曲面に貼るタイプ、そして充電用のケーブル、タイプ C が付いてきてます。で、最後にバッテリー。充電器はついてこないのでご注意ください。いや、にしてもこのバッテリー。いや、小さいんですよ。小さいんですけど、本体がなんせこれなんで、この小さい本体にこのバッテリー入れるんですよ。いや、なんかすごいっすね、GoPro。本体外観はこんな感じ。前面に液晶モニター。こっちに電源ボタン。で、こっちは HDMI と Type-C のポート。で、底面にはさっき開けたバッテリーケース。で、上部にはスタートストップボタン。そして背面はこんな感じ。はい、ほとんどモニターになってます。それではちょっとこのまま充電しておきますね。っていうか、僕に必要なのか GoPro って話。ぶっちゃけアクションカム自体、あんまり僕には必要ないと思うんすよ。でもね、今回この GoPro Hero 7 Black、これは普通にビデオカメラとしてすごく魅力的に感じたわけです。とにかくこのサイズ。そして広角レンズ搭載ってだけでも便利だし、かなり前から気になってたんですよ。でもね、ぶっちゃけ音、画質がどうも今までしっくりこなくて、気になりつつ手が出なかったんですね。ところが今回、そこがぐっと向上していて、それ以上に手ブレ補正がやばいってくらい良くなってたんですよ。
そのあたり今日僕は検証できないんで、ジェットさんの動画見たらほんと一目瞭然。ぜひチェックしてみてください。で、要は僕の場合、これもビデオカメラとして導入したいっていう話なんですよ。高倍率ズームが必要ならダメなんですけど、ジンバル不要とまで噂されてる強力な手ブレ補正、そしてアクションカムなんだから防水だし、旅行なんかにも最適ですよね。で、この前お話しした通り、旧モデルの型落ち、安く買おうとか思ってた僕ですら、もう飛びつくほどにすごい GoPro Hero 7 Black。あ、で、そうそう。この GoPro Hero 7シリーズ、エントリー機のホワイト、ミドル機のシルバー、そしてハイエンド機であるブラック。色分けされて出てるんですけど、空張りじゃないのでご注意を。全く性能が変わってきます。ぶっちゃけあくまで僕的に、今最新の GoPro を買うなら、やっぱりブラック一択じゃないかと思ってます。もしホワイト買うなら、ちょっと乱暴な言い方かもしれないんですけど、もっと安い中華アクションカムでもいいような気がするし、シルバーとこのブラックの差額は12000円ほど、そこは優に埋めるほどのスペック差があります。あ、いや、もしもホワイトシルバーご購入済みのユーザーさんいらっしゃいましたらすいません。でもね、4K60fps も、スーパーフォトも、ISO 感度やホワイトバランスの設定も、向上した音声、トリプルマイクも、さらに強力な手ブレ補正、タイムワープやライブストリーミングも全部このブラックだけ。あ、あと、この全面液晶モニターも、なんでせっかく GoPro 買うなら、もうこのブラック一択でいいんじゃないかと思ってます。あ、いえいえ、って使ってないくせにって話。はい、それでは電源入れて設定していきますね。はい、背面はタッチ液晶なんですけど、いや、めっちゃヌルヌルサクサク。スマホにアプリを入れていきます。はい、名前変えれるみたいなんで変えておきます。アップデートがあったみたいなんでそれも済ませておきます。はい、更新終わりました。はい、これ見えますかね。アプリの遅延はこんな感じです。アプリで本体の設定が簡単にできるのは嬉しいですよね。1080p の 60fps なら3時間50分撮影できるみたいです。はい、それではまだ使い方自体よくわかってないんで、今日はこのカメラと入れ替えて、一体どんな画質音質なのか、そこをちょっとご覧いただいて終わりたいと思います。それでは行きますよ。せーの。はい、どうもこんにちは、カジマックです。今 GoPro Hero 7 Black でこの動画を撮ってます。マイクも内蔵のまま、音量も音質もそのままお届けしてます。まあぶっちゃけ音質はこんなもんです。ただこれ防水カメラの音質だと考えると悪くなくないですかね。そして音量は十分だと思います。さらに画質どうすか。例えば、はい、今日ご紹介するのはこれみたいな感じ。いや、これレビューアーさん使えなくないですか。で、ギュインさんがされてましたけど、こいつで簡単にライブもできちゃうっていうね。これかなり YouTuber 向きじゃないでしょうか。それがこう。はい、わかります。こんなコンパクトな状態で撮ってます。いや、いろんな可能性秘めてますよね。すごいぞ GoPro Hero 7 Black。 はい、どうでした。いや、こんなちっちゃいカメラで撮ったんすよ。まあ、あくまで内蔵マイク。今後いくつか外付けマイクも接続して試したいと思ってます。あ、で、そうそう。最後にガッチリカジマックやって終わります。今回購入したのは、液晶保護ガラスに、レンズ保護ガラスに、レンズカバーが、各2セットずつ付いた商品。心配なのは、タッチ操作がちょっと反応悪くなるかもしれないということと、レンズフィルター。これ映像に差異が出そうですよね。っていうか、いるんすかね。とりあえず一遍貼ってみます。はい、めっちゃ適当に貼ったんですけど、ガラスなんで貼るのはすごく簡単。はい、タッチ操作も遜色はなさそうです。っていうか、こっちいるんすかね。確かここも変えれるんですよね。
巻きにならないようならこのまま使っていきます。でさらにこういうレンズカバーもついてきます。はい、これでガッチリカジマックできました。あ、ちょっと思ったより大きかった。はい、あとこういう GoPro 用のケースも買いました。予備バッテリーとかこのあたりアクセサリー品も用途に合わせて入れれるみたいです。こっちにもチャック付きのポケットが付いていて、うん、結構いい感じ。またこれから使っていきます。今回ご紹介した GoPro Hero 7 Black、 今日現在 Amazon さんでの価格はこんな感じ。はい、でこれジェットさんもおっしゃってたんですけど、まるで空張りみたいな扱いでブラック、シルバー、ホワイトが並んでるんで、お間違いのないようにご注意ください。断然僕はブラックをおすすめします。説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。でほんと今回参ったのは、こんなに届くの遅れると思ってなかったんで、ぶっちゃけもう次は本家で買うの躊躇すると思います。おまけがついてきてお得な気もするんですけど、ポイント狙いで日本のショップから購入っていう手もあります。もしかしたら初期不良に当たった時も、日本の代理店さんやアマゾン返していた方がひょっとしたら簡単かもしれません。とにかく海外メーカーで購入した場合、メールとか通知なんかが英語になっちゃうんで、苦手な僕は戸惑いました。まあでも無事に届いたんで今回は良しとします。で、あと三脚に設置するマウントアダプターや、ラブパーさんの互換バッテリー、そしてマイク入力用のめっちゃお高いケーブル発注してます。他にもこういうアクセサリー買ったら便利だよというものがありましたら、コメントいただけると嬉しいです。さあ、とにかく台風、僕が無事だったらまた続編動画も作っていきます。ということで、発売日初日にゲットできなかった GoPro Hero 7 Black、 やっと届いたんで開封したという動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。